うしたの？ちゃんと育ってきてるよ。生徒たちが過ちを犯すのは全て気の緩みからだ。植物を育てることで忍耐が養えるんだよ。ついこの前、惑星 NE202999 の地表データを展望室に取り込んだんだ。僕の生徒の何人かも卒業すれば第五艦隊に志願してその惑星に向かうことになるだろうね。仕事をしているね。最近ある機密文書を目にしたんだ。10日前に第9艦隊が時空間移動をした。艦長の君が戦艦を操縦し小隊を率いて成し遂げたと書かれていたよ。起こるかわからないのに、もうそんなことはしないでほしい。僕は君を失いたくないんだ。これまで僕は何かを恐れたことなんてない。君のことだけは違う。それはもちろん。長い。初めて君と出会ったのも星が降る夜だったね。あの日は撮影に気を取られててね、願い事を忘れていたのが残念だよ。
オールズ、約束して。どんな艦隊に配属されても必ず連絡を取り合うって。あなたは私の大切な人なの、絶対に忘れたくない。俺だって忘れたりするもんか。同じ艦隊に配属されるように一緒に志願しよう。もしダメでも毎日ビデオ通話をするよ。セリー、展望室に流星雲が流れてる。流れ星にお願いしよう。俺たちの誓いを見届けてもらうんだ。星に願いなさい。流れ星が落ちるのは一瞬だ。早くしないと終わってしまうよ。お邪魔しました、ロタツ教官。それに艦長も。子供たちはいつも元気だからね。さあ、もう遅い時間だ。僕たちも休もう。明日は船の外に出るんだよね。無重力は疲れる。今日はゆっくり休んだ方がいいよ。君がそばにいる夜だ。きっといい夢が見られるだろうね。チェックメイト。お前の絵から聞こえるんだ、僕の探していた音色が。僕はもう過去には囚われない。お前と一緒に戦うのも悪くないな。途中で目が覚めるなんてめったにないんだけど、どうやら僕の潜在意識が君の深夜残業を止めたがっているみたいだ。それなら艦長、僕も一緒に残業をする栄誉をもらえないかな。もし許してくれるなら、僕が君の参謀になろう。
チェックメイト。汚らわしいものは全部お前の前から排除する。船外行事の予定まであと2時間しかない。緊急事態だったんだから君は行事を欠席して休んでいた方がいいんじゃないかな。だけどそれじゃあ君が睡眠不足になる。体調は大丈夫？教官、全員揃いました。まずは純酸素を吸い込むんだ。血中の酸素濃度を検査してからハッチの外に出る。少しでも体調が悪い場合は無理をせず即座に行動を中止するように。まずは本物の宇宙をよく見ること。これが無重力遊泳の第一歩だ。このハッチを出た時、君たちの眼前に現実の宇宙が広がる。人類が思い浮かべていた美しい場所などではない。闇が広がり、果てしなく危険に満ちた空間だ。そこで君たちは本物の無重力と気圧の変化、そして心身の負担を体感することになるんだ。宇宙での行動はすべて背中のバック型ブースターを使用する。君たちも模擬訓練で身につけた技術はあるだろう。だが本当の宇宙は君たちの想像とは全く違う。そのことを肝に銘じるように。さあ、船の外に出よう。
今はまだ妙な感覚だろう。真空と無重力になれるには時間がかかる。吸い込まれそうな暗闇がもたらす心理的な落差も感じているはずだ。まずはこの暗闇になれることから始めよう。心の中の恐怖と不安を克服して自分の目標を持ちなさい。目標があれば果てしない暗闇も怖くはなくなる。